ご覧の皆さん、せーの、ワイナミリオンツワイスです。本日はツワイスジャパン6シングルファンファレのリリースを記念して SNS でつながろうということで、この時間はインスタライブでファンファレにちなんだトークインタビューを行います。はい、ということでインスタライブではファンファーレにちなんで9個の質問についてメンバーたちに答えていってもらいたいと思います。まずはみんなが番号が書かれたこの紙を見てください。오늘은트와이스 JAPAN 6번째싱글앨범ファンファーレ발매를기념해서 SNS 에서이어가자라는걸로진행을하도록하겠습니다。이시간은인스타라이브에서ファンファーレ연관된토크인터뷰를진행합니다。그리고인스타라이브에서는팬파레와연관된9개의질문에대해서멤버가대답하겠습니다。우선다같이번호가적힌종이를뽑아보겠습니다。자청윤짱からこっちに、こっちに行って、あの1番から順番に。はい。순서대로뽑겠습니다。이거1번뽑은사람부터읽어주는거예요。네。밑에보이는거？ 1번보이는데요。はい、ではみんな番号を先に見せてください。私は1番です。번호를보여주세요。저는1번입니다。はい、 MC さんです。頑張ります。はい、ということで1番を私が引いたんですけど、1番目の質問は、今回久しぶりの応援ソングとしてファンファーレにリリースしましたが、ワンスからの反応はどうですかとのことです。1번을제가뽑았는데요。1번질문은이번에오랜만에응원송으로ファンファーレを출시했는데ワンスロボット의반응어떻습니까입니다。はい、ワンスからの反応、ワンスの皆さんどうでしたか？ワンスの反応、ワンス여러분어떠셨어요？はい、じゃあこの質問の答えはオンスの皆さんがあのコメントとしてつけてください。はい、ということで次の質問に行きたいと思います。2番を引いたトワイスちゃん、チョンヨンちゃん、はい、2番目の質問は、ジャケット撮影一番はしゃいでいたメンバーはです。誰だと思いますか？제가제일신났죠。 제가몇몇멤버들의얼굴에페인팅을해줬거든요。 네、 그래가지고그때제일신났습니다。 はい、今回チョンヨンちゃんが2番を引いてくれたんですけど、チョンヨンちゃん自身が本人を選びました。あのジャケット撮影していた時にチョンヨンちゃんが他のメンバーたちの顔にペイントとかをつけてすごくはしゃいでいたのも私たちも見たので、そうだと思います。はい、ということで次は3番を引いたメンバーが誰でしょう？あ、ナヨンちゃん。はい、それではナヨンちゃんの質問は、今までワンスから応援や愛をもらっていた中で一番嬉しかった瞬間はどんな時ですか？저희콘서트중에일본원스분들이그이벤트를해주신적이있잖아요。처음으로그때저희노래를이렇게따라불러주셨을때가장네기뻤고감동이었던순간인것같습니다。日本でのコンサートの時に日本のワンスの皆様がイベントをしてくださいました。初めてあの私たちが歌う時に一緒に歌ってくださったんですけど、とても感動しました。嬉しかったです。はい、ということで、それでは4番は、はい、私です。ひなちゃん、はい、ひなちゃんの質問は、皆さんが自分自身を応援する瞬間ってどんな時ですかとのことですが、ひなちゃんどうですか？はい、私は毎朝です。朝起きて、あ、今日も頑張ろう、ひなちゃん大丈夫、今日も頑張ろうって言ってます。はい、じゃあ5番はダヤンちゃん。はい、ダヤンちゃんの質問は、響けワンファーレ世界中にという歌詞がありますが、世界中のワンスに今何を伝えたいですか？今私の元気を、はい、伝えたいです。元気とエネルギーを、パワーと愛を送ります。
はい、皆さんライオンちゃんの愛とエネルギーとパワーと元気をもらってください。はい、はい、じゃあ6番目は誰でしょう。私です。はい、セヨンちゃん、セヨンちゃんの質問は、ファンファーレは元気でエネルギッシュな楽曲ですが、TWICE の皆さんはどんな時にファンファーレを聴きたくなりますか、です。どうですか、セヨンちゃん。약간힘을내서좀뭘만들어야될때좀안만들어지면짜증이날수도있잖아요그러니까이런노래를들으면서하면은좀재밌게빨리빨리만들수있지않을까네 네네네、何か頑張って作りたいときになかなかうまくいかなかったら苛立ちますね。イライラするときにこの曲を聴きながら何か作ったら早くできるんじゃないのかなと思います。うん、ということです。はい、では7番は誰でしょう。ツーヒーちゃんですか。私です。はい、じゃあツーヒーちゃんの質問は、ファンファーレは応援がテーマですが、これからも音質が一番喜ぶこと、幸せにしたいと思うことをやっていきたいことは何ですか、ということです。どうですか。저는그런무대도즐겁게해주고싶고해주면서원수들에게좀기쁘게할수있었으면좋겠고위로도돼주는그런것였으면좋겠어요。あの、私はやはり舞台を持って皆様を楽しんでいただきたいと思います。皆様を楽しくしていきたいです。舞台に立ってワンスの皆様方を喜ばせたいと思います。はい、ワンスの皆さん、これからも TWICE だけ信じてついてきてください。ということで8番目に行きたいと思います。8番目はジオちゃん。ジオちゃん、日本語で読んでみてください。はい。メンバー同士の応援が励みになったエピソードはありますか。うん、うん、どうですか。저희가자켓도그렇고뮤비도그렇고페인트칠을하는게굉장히많았었는데서로얼굴에낙서를굉장히많이했어요그리고심지어머리에묻어있는물감은거의한달동안지워지지가않아가지고이제는없을거예요피스도뗐으니까근데진짜아주여러분물감볼때마다여러분들의사랑을정말많이느꼈습니다좋아요이정도입니다ジャケットのミュージックビデオを撮るときもそうでしたし、アルバムのジャケットを撮るときもそうでしたし、ペイントを使って皆さんの顔、みんなの顔にお互い落書きをしたり、本当にペイントをたくさん塗っていたんですね。で、髪にもやはり絵の具がたくさんついていて、1ヶ月間撮れなかったんです。今はもう撮れてないんですけど、絵の具を見るたびに皆さんの愛を感じます。はい、簡単に一言にまとめると、ジュウちゃんはトワイスが大好きみたいですはい、じゃあ9番目はももちゃんですか。え、え、なんで。はい、トワイスとしてこれから伝えたい未来はどんなものですか、ももちゃん。はい、私はやっぱり最近コンサートとかができてないので、この時期がもっと良くなって、ファンスの皆さんと一緒にコンサートで盛り上がれる日が早く早く来たらいいなと思っています。はい、はい、ということでファンファーレにちなんだトークインタビューはいかがでしたか。私たち TWICE は音質のことを常に考えて一生懸命活動しています。グループ結成から6年目、日本デビューから4年目ということなんですが、これからも皆さんに元気を与えれるような TWICE としてたくさんの姿をお見せしていきたいと思いますそれでは7時に会いましょう。バイバーイ。
のサプライズ。はい、最後に本当に本当に最後にここで SNS でつながろう企画のスペシャルプレゼント企画のキーワードの発表です。インスタライブからのキーワードは立ちつてと夏です。皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。なぜひぜひ応募してみてください。応募方法の詳細は TWICE JAPAN のオフィシャルTWICE JAPAN のオフィシャルホームページをご覧ください。それではさようなら。バイ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 。